冒頭私の方から昨今のエジプト情勢についてご報告させていただきます。昨日現地時間の2月2日でございますが、反政府デモ隊と大統領支持派が衝突いたしまして、死亡者負傷者が出ていることを大変遺憾に存じております。すべての関係者に対し暴力を厳に控えるよう再度呼びかけさせていただいております。幅広い支持を得る民主的な政府への平和的な移行を通じ、政治的安定と平静な市民生活の回復が図れることを強く期待するものでございます。私の方からは以上でございます。それではご質問どうぞ。はい、吉岡さん。時事通信の吉岡です。連日ですね、エジプト情勢を受けて緊急対策本部の会合をですね、朝と夜に開かれているんですが、これは具体的にいつ頃までを目処にとかですね、あるいは先を見通したですね、予定とかそういうものはあるんでしょうか。ご案内のように現在、エジプト情勢につきまして、前原大臣が先頭に立って、朝夕現地の大使と直接連絡を取りながら、私以下政務三役も入りですね、情報収集をしながら、かつそれを分析し、さらには邦人保護に徹底を図っているところでございます。今後その修正を見ながら対応していくしかないのではないかと考えております。他にご質問ございませんか。はい、どうぞ。野口さん。日本テレビの野口です。エジプト情勢に関連してなんですけれども、大統領支持派と大統領政府の反対派がですね、反政府派が激突を回路しないではしていたようですが、日本人の被害というのは報告はされているんでしょうか。一部報道にて、いわゆる皆様方のお仲間に類推される方の情報は接しておりますけれども、私どもの現地大使館あるいはエジプト当局に紹介した結果、そのような方は今確認はされてないというのが現状でございます。他にご質問ございますか。はい、どうぞ。高橋さん。共同通信、高橋です。エジプトの関連なんですが、在留邦人の関係ですけれども、観光客、それと現地に住んでいる在留邦人、それぞれ現状でどのくらいの方がいるのか、最新の情報を教えてください。数字ですね、これはではちょっと後ほど、齟齬があってはいけませんので、最新の情報につきましては、後ほど張り出しでいいですか、張り出しをさせていただきます。はい、他にご質問、はい、どうぞ山口さん。朝日新聞、山口です。先週末、副大臣もご出席されて、香港で中国の高官庁会議が あったとお聞きしているんですけれども、そこの概要やり取りについて副大臣の方から改めてご説明いただきたいのと、あと多分おそらく現地の高官庁の中からなんか提言をお受けになったというふうにお聞きしているんですけれども、その提言の中身についてご紹介いただける限り教えてください。政務が現地の高官庁会議に出席した初の例であったと承知しております。ご案内のように昨年の秋から中国関係においてはいろいろ現場においても最新の注意で情報を集め接してきた高官庁の皆さんをまずねぎらうとともに、現時点でのさまざまな情報を把握しつつ活発な議論が行われました。そうした中で今後ご案内のように今年は辛亥革命100年であり、かつ来年国交回復40周年と非常に重要な年を迎える中で、さまざまな提言をいただきました。それを今整理し、優先順位を決めて、やるべきことは積極的にやっていくというのが今の現状でございまして、
確定していく内容につきましては、しかるべきときにまたご報告できるのではないかと、そんなふうに思います。他にご質問ございますか。はい、どうぞ。すみません、繰り返し朝日新聞の山口です。今の話ですけども、交換庁もしくはスタッフの方からですね、政務三役にこうしたこと、そういう節目の年でもあり、こういったことをしたいという具体的な提言が、具体的なその要請というか提言というか、申し入れがあって、それをじゃあそれを受け入れるかどうか、やるべきかどうかということをこれから政務三役でやっていくというイメージなのか、それともう一つ初のということですけども、交換庁会議これからいろんなエリアであるかと思うんですけども、これからも政務三役は現地に行かれるご予定なのかどうか教えてください。前原外交の肝でもあるとは思っておりますけれども、私は現場第一主義で、あると思っておりますので、できる限りの、国会の許す限りでございますけれども、国会のお許しが許す限りでございますけれども、できるだけ現地に赴いて、現地の生の情報を鮮度の高い状況でお聞きするということは、非常にこれからもやるべきことかなと、そんなふうに思っております。それから、提言につきまして、提言という形が表現がいいかどうかですが、いろいろご意見を、忌憚のないご意見を本当に活発に、ある交換庁の方はこのように活発な、さまざまな忌憚のない意見が出たのは非常にいいことであったという感想を述べられるぐらい、非常に熱を帯びた会議であったと思います。中国との関係を戦略的互恵関係の中で、40周年というモメンタムを使いながら、両国の国民の感情改善につなげていきたいという現地の交換庁の思いというのは非常に強いものがあると、その上での忌憚のない意見がさまざま出たというふうに解釈しておりますので、今それを有効活用すべく整理しているところでございます。他にご質問ございますか。はい、どうぞ。たびたびすみません、朝日新聞の山口です。これもすでにスケジュールも発表になっているんですけど、来週オーストラリアとの EPA 交渉が復活再開されることになっていますけども、これ副大臣も現地に行かれて、お話をしてきたと思うんですが、実際始まるにあたってですね、どういう指示をなさっているのかということと、あと本当に話を前に進める、ただテーブルに乗っかるだけじゃなくて話を前に進めるのであればですね、日本としても譲らなくちゃいけない点が、今までとは違う考え方を打ち出さなくちゃいけない点があると思うんですけども、TPP に向けてそういった議論があまり国内中で進んでいるとは見えてこない中でですね、どのようにこのまずオーストラリアに臨まれるのか、改めてお聞かせください。オーストラリアに限らず、国を開くという菅総理の非常に強いご加盟の中で、前原大臣経済外交を進める中での基盤づくりの一環であると認識しておりまして、オーストラリアにつきましても大臣自ら行かれ、私もそのフォローに参り、確実に協議は進んでいるものと承知をしております。しかしながら、非常に今それがゆえご質問になっていらっしゃるんだと思いますが、非常に今重要な局面にございますので、内容につきましては詳細は明らかにできませんけれども、私はしかるべき結果が出るものと期待をしつつ対応をしております。他にご質問ございますか。よろしいでしょうか。それではこれで記者会見を終わります。ありがとうございました。